皆さんおはようございます。こんにちはこんばんたくまでございます。ヤマでございます。インタビュー通信第30回でございます。はい、はい、この番組は YouTube にて毎週木曜。 日曜夜19時配信中ゲーム実況シリーズ編集したらまるが旅立ったのメンバー大和拓真が日常的な話からゲーム実況の裏側までしゃべりたいことをしゃべりまくる番組でございます配信サイトはアンカー Google Podcast アップル PodcastSpotify で配信されていますのでお好みのサイトアプリでお楽しみくださいまた「ンタ旅通信」は毎週水曜22時半から YouTube「ンタ旅チャンネル」で公開収録を行っておりますのでお時間合う方はぜひ遊びに来てくださいねねね最近どうですか、まあ、ですよね、うん <laughs> そうですね。今週は僕ですね、きっとね。あの、この間、アークの配信だっけで、問題提起したスプーン価値について、ラジオで話したくて、改めてね、あの、咀嚼音が苦手な方、わかります。でよくツイッターとかさ、ネットでもちょっと荒れたり、咀嚼音はちょっとみたいなとかさ、食べ方がどうのとかさ、肘つくのがどうってのはあると思うんだけど、 スプーン価値について、あまりにも触れられてないんじゃないかと。そのスプーン価値、ちょっと詳しく説明してもらっていいどういうものなのかっていう。特にシチュー,、うんえー。シチューとカレーでよく起こる現象なんだけど、鉄製のスプーンを口に入れた時にカチッって歯で噛んで食べる人いるじゃん。いるね。あれ、嫌なんだよね。嫌 <laughs> じゃないあれ。 あれでもさ、うん、なんか多分言ったら嫌だってなる人多いと思うの、うん、多いと思うんだけど、うん、なぜかこれが上がらないんだよ話題にそう、ね、スプーン価値について。うん、でこれについてアークのそのーアークの配信の時にさ、うん、話してたんだけど日常生活ではあんんまり聞こえなない音なんだよね、うんえー、だどっかのカレー屋さん行ってもさ <laughs> 隣の人がカチッて、えー、やって食べてるの嫌なんだよねとかってあんまり感じない。 そうね、どっちかというとまあ食器とスプーンが当たる音がチャ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 ってなるぐらいじゃない、うん、そんなもんいいんですよ、うん、僕からしたらでもえっ、ー、と動画とかで、うんえー、食べてる人たちとかでまあまあいるんだよねスプーン勝チ。まあ見るよねうわってなんない俺もうあの黒板「に」よりあんま言わない「に」って「き」<laughs> って言うかな <laughs> 黒板2はなんか柔らかいものをなんかな、<laughs> こんにゃくなすりつけたみたいな,な何なんの、<laughs> 何の音もならない。黒板キーで、ねうん、黒板キーとか、あのー、八方白のキュ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 ッって苦手な人、もう分かるでしょ。俺もそんな好きではないし。うん、で、えー、それよりも俺上なんだよね。あ深い快度が。深快度が。はいはいはい。日常生活で言うと、その、くちゃらーと呼ばれる人たち。うん。うんうん ちょっとくちゃらもう嫌っちゃ嫌だろ。うん、パッて見たときに口閉じても鳴る人いるじゃん。ああ、いるね。それはもう、あしょうがないですねっ思う。うん、とか、あのあ、見るからに海外の方、うん、とか、なんか口を開けて咀嚼するっていう文化もあるから。まあね。そうもしょうがないですよ。うん、文化の違いだから。そしょうがない。そこまで、ね、あのこっちだってラーメンすすりますし、<laughs> 麺もスープもすすりますし、うん、ズズズズと音鳴らしますし。うん それはもういいですよ、うん、なんだけどそのラインに近いのねもう深い度がはい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 、はい、でも触れられないじゃない確かにあんまり聞かないよねスプーンカちうんあれなのかななんか名前がないからなのかなそれもある気がする今俺がスプーン勝ちとして提唱してるけど、うん なかなかないから定着しにくいというか上がりにくいのかねこれちょっとしっかりツイートしたらバズるかもしれないよスプーンカちうんわかるわかるってリツイートすごい伸びるかもしれない黒板も名前ないけどな黒板カッチャキカッチャキは方言あそっか <laughs> ひっかき <laughs> でも最初にーって言ってたけを <laughs>、うん、何してんだろうって いやだからスプーンカチ今ねその公開収録のコメントでもやっぱ苦手っていう人多いから、うん、これはねししてってほいなそうだねで確かそのアークの配信の時に出た意見として、うん、こんなに何話に上がってこない理由って、うん、スプーンカチを見るタイミングが少ないからっていうそうだよねあの咀嚼音とかに比べたりとかすると。 さっき言ったみたいにその日常生活ではあんまり出会わないスプーンカチだもんね。うん、基本的にはその動画とか映像の中でカチって。だって昼な「昼なんです」でも勝ちいるじゃん。いるね。今日はカレーを食べたいと思います。わーすごい美味しそう。スパイシーな香りしてますね。いただきます。カちの時点で。うわーなななちちちゃう <laughs> なんちゃゃ <laughs> 助けてなんちゃう すごい。ノイキャンギリギリの高い子てきた <laughs> いやでもそうなんだよね。映像で見るとかの時に音が拾われているか、うん、リアルで対面する時って、本当になんかテーブル向かいに座った人とかぐらいしか多分いない、ね、聞こえないんだよね。でも下手しさ、お互いこう対面で座ったとしても聞こえにくいレベルだもんね。うん、だからなんじゃないかな。 で聞こえちゃったらは確かにちょっとあなんか嫌だなって思うけどその頻度が少ないからそんなに言われないっていう感じなんじゃないかなっていう話は出てたでもこの YouTube というね、うん、今我々が公開収録してるのも YouTube ですよ、うん、動画媒体がこう進歩してきたというかもう普及してきたこの世の中でスプーン価値について絶対もうこれ上げた方がいいと思うんだ僕は。じゃあもうそれ 動画にしないよ <laughs> スプーン勝ち <laughs> について熱弁するたくまさんの動画 <laughs> でももうだいぶ熱弁しちゃったからさもう同じ熱量で頼むわ <laughs> まあ今アークよりも熱量高めに話してるけどうどうなんだろうねスプーン勝ちいや俺一回やったことあるよスプーン勝ち、うんうん、やってみてカチってやったら「ううううってなるの「にぃ、うん」ってなるのあ <laughs> 出てきた。 黒板 <laughs> にっんかあの柔らかくてさかぐわしい白米と、うん、ねスパイシーでコクの詰まったカレーを食べようとしてるのに異物が混入してる感じああそうねあれがさあダメなんだよダメだった自分でやってダメなんだから。 なぜあれを続けれるのかという謎。まあくちゃらとかもそうだけど、も習慣化してしまっているんだろうね。価値が日常として、うん、うん。だからもう、当たり前のことだから、それこそ文化と一緒ですよ。当たり前だから、不快に思うとか、もうもうない。無意識化です。でも、マナーとしても触れられないよね、スプーン価値。うん。え、だってさ、唇で、ん,んーってすれば、うん、すぐ話じゃん。そう。歯立てんなって言ってやれ。フェラチオと一緒だよ。<laughs> <laughs> 歯を唇で覆え。入れ歯い入れ歯抜けちゃったおばあちゃんみたいな口して飲め。も<う>食え。で言って最低だわ。<laughs> いや今日話したのこれだけじゃないんですよ。そうだよ。まだあるでしょ向かうあんのよ。うん。あのね、ウィリー・ワンダーランドって映画見たの。<laughs> ほう。これもね、ちょっとイライラする話なのよ。あそうなんだ。 アマゾンプライムで見れるんで是非、うん、見たい方見てみてくださいちょっとホラーテイストなアクション映画みたいな、うん、感じなんだけどまあまあ前の、あのー、映画だからさネタバレととかちょっと気ににせずにしゃべるよ、うん、まあもし気になる方は見てからこの動画見てあうん、うん、分かる分かるってなってほしいんだけどだどんな話かっていうと、うん、すげえざっくり言うよ。うん、ざっくり言うと、えー、呪われた 施設があって子供子供用の施設があって室内遊園地みたいな。うんうん、で、えっと、アニマトロニクスってあるの知ってる有名なゲームでいうと「ファイブナイト・アット・フレディーズ」とかのクマのロボット的な、うんえー、ディズニーランドとかでさ音楽を奏でるロボットロボットって言っちゃダメか、えー、クマがいたりするじゃん。みたいな いるねフフ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 ってそのバンドが組まれてってさある時間になると、えー、合奏しますよみたいなのあるじゃん、うん、あれがなんか、えー、サイコパスな殺人鬼たちの魂が宿っちゃったみたいな儀式で、うん、でそれ,をそれがなんか町で大暴れしちゃう町、うん、で,で大暴れしてたんだけどその村の,村の人たちがそれを収めるためにじゃあ、えー、よそ者をとっ捕まえてきて夜中一日朝まで、えー、掃除してもらって 打っていう手でその施設ぶち込んでそれを食事にしてくれその代わり、えー、村は襲わないでくれ<ー>っていうような状態なわけはい、はい、でそこになんかちょっとハードボイルド系の、えー、主人公が来て、うん、寡黙なんだけど全然喋んらない一言も喋んない<ー>作中で、えー、そいつが、まあ、今まで通りそり施設にぶち込まれて朝まで、えー、掃除してくれと。 そしたらまあ対価払ってやるよみたいな。うん、まあいろいろあってそこに入るんだけど。で入って、えー、最初に襲われるのがそのアニマトロニクスのダチョウなんだけど、うん、ダチョウバン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 倒して、うん、ミッシー、もうなんか脊髄みたいなのをドララーンやって、っはい倒したみたいな。で、どん、はあ、どんどんどん倒していく。まあなんか途中、ちゃちゃがいっぱい入ってくるんだけど、どん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 倒していくる。うん、で、残り3体ぐらいになったタイミングかな。 うん、その異変に異変というかなんか子供たちが入ってきちゃうのよ<ー>子供たちはそのやばい施設だって知ってるの今日こそ燃やそうみたいなあーなるほどねで燃やそうとするんだけど中に人がいるのが見えてその主人公がいるのを見えて、うん、あこれ助けなきゃっつって、うん、でも俺たちも危ないよいやどうしようどうしようっつったら、えー、と天井の屋根が抜けて中落ちちゃって<え>もうやばいみたいなでその中で、えー、死にそうになった子供の一人が警察官に電話しちゃう。うん で、その警察官たちも、その村の大人たちだから、うん、お前らが入らなければ、村は安全だまあ村は安全というか、 でややこしいことなかったのに、うん、よそもんだけ食われておしまいなんだからみたいな感じだったんだけどそれでその警察官がバーって出てきて助けに来てでも結局周りの子供たちも何人も死んじゃって、うん、子供って言っても1 7八8の、うん、セックスとかし始めるんだけど途中でお前らここ危ないって知っててなんでこんなセックスし始めんのとは思うんだけど、うん、<laughs> もうそういう時点でうんってなってるんだけどね何人か23人かなぐらい残って子供が、うん、56人中で警察官入ってくるのおばあちゃんの警察官結構年いった、うん、で入ってきてショットガン構えて 何をぶち切れるかっていうと、まあ、この村はこう,こ,うこういうとこなんださっき言ったやつだよ、うん、うんとお前が死んでくれればみたいな、うん、死ぬことがそんなに簡単なことじゃないのかいみたいな感じでなんか一回腕を後ろに後ろ手にしてなんか縛ったのかな、うんうん、にしてここで死ねばいいんだっつって子供たちを出そうとしたりなんだったりしてで一回出たりでも主人公強いんだよ。うん ぶち破って襲ってこようとしたそのやつらぶたをして爽快だねえー、残り1体そのウィリーウィリーっていう、うん、相手のボス格だよねボス格が出てきて最後そいつと戦うわけですよはいはいはい熱いでも残り1体になったのウィリーだけになったの、うん、その時点でまたババアが入ってきて、うん、こいつ生きてやがるっつって、うんうん までてやがるババ入ってきてブチギレてんの。お前が死んでくれれば全てが丸く収まるのにみたいな。うん、許してくれよみたいなこと言ってんだけど、よく考えて、お前らが襲われてるのってアニマトロニクスだよね。それを倒してくれてるんだよ。協力すればって思わない、うん、それなのにずっと、なんてお前は死んでくれればいいのにっっで、最終的に、えー、とその1対1の決闘みたいなのが始まる前に、先にババ殺される。 <laughs> でそのまんま1対1の決闘して、えー、最後「平和だったねちゃんちゃんって施設の管理人がなんかいろいろあって爆発に巻き込まれて死ぬんだけど<ー>あのね情緒がわかんないのそのババアのババアさえいなければ、うん、もう被害も最小限で全てが丸く収まったのに、うん、ババアの一声で全てぐちゃぐちゃになって結果子供が生き残ったのは1人だけあとは主人公生きて。うん 出てくるみたいなあのねあのババアに何の感情移入もできなかったんだよなんだろうね僕は見てないので、うん、あれなんですけどしばらくそういう生活をしてたからもうそれしか考えられないっていうあのせ精神的に追い詰められたらもうなんか逃げれないって 自己暗示かけちゃうみたいなのとさ、うん、なんかよく、まあ、あんまり上げていい話題なのか,かじは分や,やめよいけどまあ精神的にねこう追い詰められるとあのそれしか正常な判断ができなくなるからっていう人がやっぱり多いっていうからうん、うん、そういうババアももう冷静に考えればそいつらた根源倒しちゃえばいいのにもうそれでしか生活ができないっていう考えになっちゃってたっていう可能性はあるのかなって聞いてて思った。はいはいはい そうだね、うん、でもね、ムカつきを超怒りのベクトルがそのアニマトロニクスじゃなくてそのババアに集中するんだよ。映画の内容的にはそのアニマトロニクスが流行った時代かな、うんうん、それこそ「ファイブナイトアートフレディーズ」が出始めとか、えー、そういう系の時代だったと思うので、うん、内容的には、まあ、着眼点とかは面白いのかなアクション的にも面白いしキャラクター的にも立ってるから。うん 面白かったんだけど「のババア」だけが「いらない」ってなった「<laughs> <laughs> ババア」いらない「<laughs> ババア」いらないってなりました「に <laughs>」ってなりました <laughs> <laughs> すぐてないゃ <laughs> えー、ということでこの番組では皆様からのお便り募集しておりますアンカーのサイトたくまのツイッターリアマさんのツイッターに投稿フォーム掲載しておりますので <laughs> ぜひぜひお気軽に投稿していただければと思います収録時間40分超えようとしてるんだよ全体ねあの壁貸しならぬエロ貸し,し違うんだってお前ら分かってねえなマジでご唱和ください ヘン前回のヘンタえこのコーナーはですね。先週アップロードされたヘンターのゲーム実況の裏話や動画に寄せられたコメントを拾っていくコーナーでございます。前回が。えまずはというか今週？うん、先週か。うん。先週に関しましてはレギュラーの。 動画が、うん、1>, え1本しか上がらなくてなあと2本は単発の、えー、深夜放送という動画が上がっておりますので、うんまあ、単発はねあのここのコーナーで拾ってないので、うんえー、レギュラーだけ今日は1本だけご紹介いたします。えー、日曜よ夜19時更新ストレイ、えー、猫とと空へとせる思いだっけ <laughs> これ前回読んだやつだな間違ったーここ変えるの忘れてた! <laughs>」。 ああ今確認しまーすここは,はーい、えー、<か>ストレイ猫と瞬間移動バグシャープ6でございますえー、大変申し訳ないいやこれねパパパパパラララララスパラススススバグいやほんとさーこれ動画見てもらった人も「す」と流してしまうようになっちゃったんだよね、うん、あのバグに関して、うん、マジで失敗したの <laughs> その直前のシーンで、うん、今まで変旅でもやってこなかった編集入れたんですよ。<お>今まではそのプレミアプロっていう編集ソフトでずっとやってたんだけど、うん、そこにアフターエフェクトっていう、えー、3D の素材とか動きのある素材みたいなのを作れるやつがあって、うん、それを少しずつ導入しようっていう第一弾が今回のストレイだったんですよ。でそのストレイの、えー、と猫が飛び移る場所を示すシーンがあって あれをでで作ったんですよなるほどねこう,こういうルートで行けばいいよねって出してた説明図みたいなやつね。そうを新しい新しいというかまだ勉強が浅いソフトで作ってあーできたこれいいじゃんこれ今後使えるなーって満足してたら俺すっかり、あのー、バグって瞬間移動したシーンを編集全くせずに上げちゃったんです。うん スッとワープして「えー、えー、えー、ええー、えってなって終わった <laughs> やろうと思ってたこといっぱいあったのにすっげえ忘れてた効果音とかいっぱいつけようと思ったのにや,やっちまったまあでも、えー、と今回の内容的には、えー、トランシーバーんトランシーーバーをビルの一番上に設置してきてくれっていう、うん、お願いをももから受けてそ,れそこがパラスの掃スだったっていう。 <で><ら>いっくくってエレベータータおそう、えー、いやちょっと僕あの時うまかったよねそうねうまかったねなん何気にシステム上というかふわふわしてた部分はあったよねいっぱいいやもうど,どうすればでもパニックになってたよねいや <laughs> なるのよあれさその猫ジャンプとかして飛び乗るとかっていうのができるんですけど、うん、パラス、まあ、ザークですね敵キャラ。うん あれに一匹でも捕まれると、飛び移ることができなくなるんですね。そうだね。からつくとパニクる。一匹でもつくと。<laughs> やばいやばいやばい。<laughs> なんちゅうワッシャーなってたもんね。うん、ええー、びっくりしちゃって、ええー、そんな中、コメントをいただいております。はい、いただいております。えみさんからコメントいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。冒頭から絨毯爪詰め研ぎシーン見れて幸せです。俺、<laughs> 猫ちゃん試練多すぎるから、自由に爪研ぎしてほしいよ。笑いと。 コメントいたよいたいたあるからきっと YouTube のどっか動画にさ爪研ぎしかしていない1時間耐久みたいなあるかもねうんそれで癒されてたまに入れるからああやってたまに入る基本カットすると思うけどたまに入ると思います俺も頑張ってねあれ爪研ぎシーンをカットされないようにちょっと試行錯誤して頑張るからうんうん 意味のない部分をカットしようと思ってるのでそことのせみぎ合いも今後あここ使われたんだとか思いながら見てもらえればと思います。はい、さ,さあということで今週の選び本編もぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。そう編集したらおまめさんカット立った。 それじゃんじゃゃん今日それこのコーナーはリスナーの皆さんから編旅に実況してほしいゲームを皆さんのおすすめポイントとともにリクエストしていただくコーナーでございますいやええー、もう <laughs> 久しぶりなんだからさ <laughs> せめてちょっと正規のっぽいやつにしてよお豆さん旅立っちゃったじゃん <laughs> 久しぶりに聞いた人何だったっけってなっちゃうもうね台本見て口に出す瞬間に「うん、やばい!」って てまたなっちゃう。久々すぎてここのね、ディティールをすっかり忘れてたね。久々にやってきましたこのコーナー。はい。相当久々ですな。ね。ではお読みしたいと思います。はい。メガネの人さんからいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。たくまさん、利山さん、こんばんは。こんばんは。今回は少し趣向を変えてテーブルゲームをご紹介したいと思います。その名もハーっていうゲームです。 はあ。えー、ちなみにプチ情報ですが、ゲームデザインにはぷよぷよの生みの親である。えー、これなんて読むんだろう。米光一,さ米光一さ成さん。米光一成さんじゃない。コシヒカリの生みの親じゃん、それ。<laughs> 米光一成さん、一成さん、嫁、嫁じゃねえ、こめ、こめ、こめ。<laughs> <laughs> 米に光るに一になる、成功のせいだね。 の方でですす <laughs>、えー、<laughs> が関わってるそうです知った時自分も驚きました「ぷよぷよの生みの親」がデザインしているゲームボードゲームしかも、ねえー、8つのお題からランダムに1枚与えられてその,そのお題に沿って演技をして他のプレイヤーに当ててもらうというシンプルでありながらも表現力が求められるゲームになります<ー>この説明だけ聞くとただただ難しいゲームかなと思われがちですが人それぞれの考え方が分かったり普段は見,な見れない相手の言動を見れ,見れたりと。 仲が良良ければいいほど楽しいゲームです表現力豊かなお二人には朝飯前のゲームかもしれないですね、えー、テーブルゲームは揃ってないとできないこともあり、えー、難しいとは思いますがもしお二人が実写を撮る機会がございましたらプレイしてみるのはいかがでしょうかと頂い,いておりますなるほど「はー」っていうゲームそう俺このゲーム知ってんだよねへえ<ー>んか本当に、えー、8つぐらいお題があってその中から1個選んでください、うん、1> 1まあなんかあるんだけどねその、うん、これこれですみたいなうん これをハアって言ってくださいっていうのが出てきて、えー、例えば、えーえー、そうだねテスト中に消しゴムを落とした時のハアとか。なるほどねそういうことか。めちゃくちゃ欲しかったゲームの行列並んでたんだけど目の前で売り切れてしまった時のハアとか。ああいろんなシチュエーションのハアをやるんですね。そう,そうそうそう。はいはいはい。大事にしていた。 壺を割られてしまった時の歯とか、うん、だからいろんなベクトルの「歯があるわけじゃんその、えー、落胆の「歯もあれば「怒り」の「歯もあれば「うん、悲しい」「歯もあればって、うん、でその中でお題どれですかみたいななるほどね当ててくださいっていうゲームですねわあ、ちょっとおもろいなでも結構面白いですよ最近のねそのテーブルゲームボードゲームってむちゃくちゃ面白いの多いようーん うん、ぜひやってみたいですねなんかそういうボドゲカフェとかで撮影許可もらえたらやりたいね。ねということでこの「は」っていうゲームもし我々「ヘンタビがプレイしたら一体何がダメだったんだとかえ我々「ヘンタビが「は」っていうゲームをプレイしたら編集したら ジョジョが旅立った <laughs> <laughs> それは今の俺じゃないの <laughs> いや、多分、考えすぎて、わけわかんないは出てくると思うんですよ、我々。わかるでも、あれなのよ。はだけじゃないよ、確か。実を言うと。はあ。<laughs> え、今何知らないルールを教えてもらった時のは出てくる。あ、正解。例えば、えとか、あーとかえ。はあ。簡単詞みたいな。そう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 。うん、それが、 あのー、まあお題というか大お題で出てくるって感じかな、うん、あなるほどね「ーだけじゃないのか、うん、そうなんですう、まあ、そんなわけでこの「ーというゲーム、うん、もし我々がプレイしたら情緒が旅立つということで、えー、皆様からのリクエストまだまだ募集しております「ヘンタビ通信」のお時間でございますそれでもあなたは我々は押しますか a c ジャパンはこの活動を応援しています最終着地なんかあんまり変わんないようです <laughs> ご唱和くださいヘンタビ さて、そろそろお時間の方が迫ってまいりました。はい。最後、普通オタを読みいたしましょう。はい。えー、スパチャでうんこ禁止されたやつさんから、えー、メールいただいております。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。お久しぶりでございます。このぶりはうんこにかかってる？かかる絶対違うと思うよ。ああ、そうか、考えすぎか。うん、初メールからしばらく経ちまして、うんこを禁止されました。<laughs> とても悲しいです。<laughs> さて、お二人に質問です。 ダンスに目覚めたきっかけとゲーム実況をやり始めたきっかけは何ですか？二つも質問してしまい申し訳ありませんがよろしくお願いしますといただいております。<laughs> 違うありがとうございますなんですけどあの, <laughs> あの文面からこうにじみ出る社会人感 <laughs>、うん、<laughs> ちゃんとしたでもこいつうんこ投げてるんだよなっていうのがちらちら出てきて <laughs> <laughs>、えー、<laughs> なんだろう。 硬いうんこだった。<laughs> <laughs> えー、ダンスに目覚めたきっかけって話したよね、確かね、この番組でも。そうだね、さらっと言ったかな？うん、うん、確か、確かそんな回があったと思います。気のせいでなければ、まあ。ダンスに目覚めたきっかけ、俺はもう高校時代同級生、高校一年生の時にね、うん、えー、ウィンドミルを回してる人を見て、うん、やりたいと思ったのがきっかけですね。はいはいはい、まあ。それからいろんな変遷があれとか。うん 僕中学生かな本当に始まりって、うん、本格的にやったのは拓真さんと一緒で高校からなんですけど、うん、あのー、深夜にねダンスのテレビ番組が「チャンプル?えー」「スーパーチャンプル?」「スーパーチャンプルですね」やってて「なんだこの人たちは」と思って、うん、チェアーを教室で仲間うち6人とかで練習するから始まってますね僕のダンスの始まりって。 やっぱチャンプルースタートは多いよねこの世代は多いんじゃないかなダンスやってる人って。まあそんな感じでございましてゲーム実況をやり始めたきっかけって2人とも知らないんだよね。りゃさんはリゃマさんでやってたし、うん、俺は俺でやってたしりゃ、うん、さんはな何でゲーム実況やろうと思ったのえーっとね僕一番最初にゲーム実況とか配信っていうのをし始めたのが、うん、ツイキャスなんですけどはい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 。 そもうもいもいのところで当時やってたのがポケモンだったんですよね。うん、は,いは,いはいはい、でなんだろう通信対戦をするとか、うん、ってなったら誰か僕友達いないから誰か一緒にできる人が欲しいなって思ってそこでじゃああなるほど、うん、そ,それこそもう今はね、うん、ネット上で対戦できるからね。うん ケーブルなくても <laughs> そう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 あそれがきっかけなんだうんなんか一緒にできる人が欲しかっただあのあ<ー>当時もだオンライン対戦みたいなのはあったけどんか誰かとなんか話したりとか、はい、こう。はい やり取りをしながらプレイをするってことができなかったからだから自分が発信をすれば誰かがそこに乗っかってきてくれるんじゃないかなと思って始めたのがきっかけかな一番最初は本当にきっかけ自体はあれだマッチングアプリだうんペアズ <laughs> ペアズ気の合う人いませんかのやつだ趣味ポケモンみたいな <laughs> ヒットみたいな <laughs> ポップルだうんかな <laughs> <ー>あなるほどね、うん 俺がやり始めたきっかけは結局もともとバラエティ番組が好きで,、うん、でネット上でバラエティ番組やってみたいなと思って,て編集も好きだから、うん、なんかないかなって思った時にゲーム実況だったらそのダンスって今までさ最初の頃って俺、うん、ダンスしか見られてなかったしダンスしかあげるものもなかったから、うん、これでダンスだけで終わったら。 踊れなくなったりしたりした時に、うんえー、人がいなくなってくんじゃないかっていうじゃあそうじゃなくてもずっと半永久的にできるコンテンツなんだろうって思ったらあバラエティ番組好きだし編集も好きだしゲーム実況いいんじゃないかなと思ってゲーム好きだし、うん、なんだかんだと思ってゲーム実況やり始めたかな、うん、へきっかけはもう 結局はそのダンスもそうだけど面白いもん作りたいの1個のコンテンツだったはい、はい、た分ははいはいはい、はい、なるほどねです意外, <laughs> 意外とこうちゃんとそうねあのダンサーが DJ に転身するのと一緒よああはい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 踊れないで60になってもそうそうそうできるよみたいな感じでまあそんな感じで参考 <laughs> いやまあそこだったんだっていうい あんまりイメージちゃんと聞いたことない人やっぱ多いと思うから<ー>いつからやってんのみたいなだって何,何歳だっただってそれえゲーム実況始めたの、うん、えでもはちゃんと始めたの二十歳ぐらいじゃないかなーゲーム配信はやってたよはいはいはい、はい、配信自体はやってたけど別にそこにゲーム実況っていう感じなかったの俺は俺の中でうん、うん、動画としてまとめられてないというかはいはいはい だからなんかこう実況として始めよう動画として始めようと思ったのはもうそれかなああ<ー>でそれを始めたのは多分たった十いくつとかの時だと思う俺も2 1にかなまあそれぐらいでなんかそういう感じになるんでしょうねきっとね人間って我,我々ええー、まあまあとまあまあとままその波に乗っております えー、ということで、この番組では皆様からのお便りお待ちしております。はいえー、投稿方法はアンカーのサイト、たくまりマーのツイッターに投稿フォーム掲載されておりますので、お気軽に投稿していただければと思います。このたび、このたびっていうか、もう変タビグッズずっと販売しております。えー、ぜひぜひ、えー、ご購入いただければと思います。アンカーのサイトや2人のツイッターからぜひチェックしてみてください。 次ににお目にかかるのは9月11日日曜日19時 YouTube 編旅編集したら〇〇が旅だったチャンネルにて更新編集したら休みが旅だったストレイシャープ79月15日木曜日大変お待たせいたしました編集したら思い出が旅だったマインクラフトシャープ9でお会いいたしましょうお相手は高ございたくまでございました山でございましたそれでは皆さんまた来週また来週